今日はなんかあれですね、雨降るって天気予報で言ってたけど結構晴れましたよね。降るのかな、これから。今はとにかくめちゃくちゃいい天気ですけどね。ちょっとまた、まあ午前中朝なんですけど、今はまだコンビニ行って ATM 入金して、その後スーパーで買い物して、今日は別にどこにも出かけずに一日ネットやってよう思いますね。そんな感じです。かわいいの、かわいいのが、かわいいのが待ってたの。今日はプリプリして、プリプリしてんのか。ないか、なんか、かわいいな。待ってたの、待ってた、かわいいのが、かわいいね。今日は元気だね。天気もいいしね。今日はこれいきますよ。爆裂辛麺ってやつですね。気になってたんでこれ行ってみようかなと思います。辛いんですかね、まあ、激辛って書いてあるんで相当辛いんでしょうけど、ちょっと今日は辛いの食べたい気持ちがちょっとあるんでチャレンジします。できました。これ爆裂辛麺ですね。これをじゃあ行ってみたいと思います。チャーシューは今度はロースで手作りチャーシューにしました。結構豚バラとかロースとかいろいろ買えるんですけど、今回は肩ロースでチャーシューを手作りしました。じゃあこれを今から行ってみたいなと思います。まあやっぱ辛そうですね。ちょっと怖いなと思うけど行ってみます。じゃあ今日はですね、この淡麗ですね、グリーンラベルいきますよ。うん、美味しい、いいですね、うまいですね。じゃあこの爆裂辛麺いってみますよ。まずスープからどんな感じなのかいきます。これ危険なレベルかもしれない、めちゃくちゃ辛い。じゃあ麺いきますよ。麺はこれね、極太なんですよね。これも麺はうまそうなんですけどね、麺は文句なくもちもちでいいです。ただね、すごい辛い、うまいんですけど、痛い。今まで僕、辛ラーメンが一番辛いラーメンかと思ってたけど、全然超えてます。辛っ。でも、癖になるのかもな。痛いんですよ、ずっと。熱い。ちょっとね、僕ね、口、こう、少し口内炎っぽくなってるところがあって、痛いんですよ。手作りチャーシューいってみます。おいしい。あ、チャーシューはめちゃくちゃうまいです。柔らかくて、でもこれは辛い。うん、ずっと痛い。じゃあセブンで買ったメンマいきます。うん、これはうまいな。でもご飯入れて食べたくなるな、これ。じゃあゆっくり食べます。これは辛い。今日は天気いいですね。めっちゃ天気いいです。天気良かったから、早速、天気良かったんで、早めにね、ワンコとね、散歩しに行きましたよ、今日は。部屋にいる分にはあったかいですね。暖房なくても済むんで良かったです。これまたランキングがあるんですね。実の妹とも仲良しすぎるイケメンランキングって。インスタグラムに家族写真を上げたり、トーク番組で家族エピソードを披露したり、俳優やアイドルの中には家族思いでほっぽりするイケメンも多いようです。そこで今回は家族の中でも妹と仲良しで和むイケメン芸能人をランキングで紹介。聞いて羨ましくなる仲良しエピソードや兄弟の微笑ましい写真も、ドラマや映画で兄を演じている俳優が本当にお兄ちゃんだなんてと愛おし、優しいお兄ちゃんぶりに思わずキュンとなること間違いなしってことで、3位からなんですかね、これはね。3位、2位、1位。まあ簡単に言います。3位は佐藤健くんです。2位が城田優さんですね。で、1位が松田翔太竜平ですね。だから、まあ1位に関しては妹がね、テレビ出てますからね。
ね、松田優希さんってやつですね。松田ファミリーのね、松田兄弟の女の、あの妹さんっていうのはね、あのコントが始まりに寝ててたんで、はい、なんか女優デビューもしましたよね。お兄さんを竜兵翔太と名前で呼んでいることから中身を伺います。これ松田家はそうですよね。松田家は子供がね、 お父さんのことをね、優作って呼ぶんですよね。あの松田優作さんが兄貴みたいに慕ってた原田芳雄さんがね、自分のお子さんに芳雄って呼ばせるのから影響を受けてるんですよね、これはね。そういうのもあって、そう、名前で呼ぶから、だから仲がいいっていうか、まあそういうことなんですね、あそこに。ああ、なるほど。柴田優さんは妹とランウェイに出た。モデルなんですね、妹は。じゃあまあこれもミクリナさんっていうんですか、妹さんは。ガールズコレクションなんか出てるんですね。この二人に関しては、松田龍平さん、翔太さんとか白田優さんに関しては、妹さんが、まあ、いわゆる芸能人っていうことだけど、ただね、たけるくんはね、一般人なんですよ、妹さん。それで選ばれるっていうのがすごいんですよね。4歳下の妹がいらっしゃるたけるさん。投稿者のコメント、かっこよくて、優しいってもう最強です。たける兄ちゃんみたいな人いいな。美人な妹さんがいると聞いてます。ますます、素敵な佐藤家。まあ、一説によると、春さんに似てるってね、妹さんがね、いう話がありますよね。妹さんから普段、ターちゃんと呼ばれているそう。妹さんが中学生の頃に、ご友人からお兄さんのことを褒められることが多く、反抗心と照れ隠しから、おっさんと呼んでたと。たけるくんおっさんと呼んでたんだね。で、おっさんと呼ばれることを受け入れていた佐藤健さんの懐の深さにキュン。こんなイケメンのお兄ちゃんが実在するなんて夢のようです。たけるくんはおっさんには見えないですけどね。なかなかこれ妹ではないと呼べない、まあ呼び名ですよね。4位が丸山隆平、藤井流星、竹内涼真などがランクインだそうです。まあ僕は何があれかって、妹がたけるくんをおっさんって呼んでたっていうのがね、ちょっとね、これはなかなか呼べない妹ならではの呼び方だななんていうふうに思ったっていう、まあそんな話なんですけどね。また今日もぼちぼち語ってきます。ではでは。大丈夫だからね、大丈夫だから。ちょっと浮き出わんこが次の首相になるとやれになってます。痙攣してますよ。しかし予期せぬ事態をぐったりしちゃって、次の総理大臣を目指して引きつけ起こしてますね。でもだいぶだいぶ今ガチガチの段階から少し良くなってきた感じですかね。戦前の政治活動、ちょいちょい怒るから困るんですよね。なかなか治んないんですよ。まあ少し今良くなってきたかな。鳩山が後継者に指名したのが吉田茂である。大丈夫だよ、ゆっくりしてなさい。そうやって吉田は戦後の内閣で外務大臣を務め、ワンカーサーと渡り合っていた。少しね、大丈夫だから。イタリアやイギリスの大使を、ちょっと落ち着いてきたね、元外交官。やったね。